歳の自分はそんなになんかフィギュアスケートって何が楽しいのかよく分かってなかったと思います。本当に姉についていくだけが楽しい日々だったと思いますけど、それからだんだん人に見てもらうことの楽しさだったり、人に演技をやっぱり届けることの楽しさだったり、みんなが自分のこと注目してくれたり、そんな楽しさがあったと思います。これからまた一歩大きく踏み出して、やっと多分本当に憧れてた世界に足を踏み入れられると思うので、これからまた頑張っていきます。国際試合に出ても勝てなかったり、努力をしても報われなかったり、結果が出なかったり、また環境的に例えば怪我させられたりとか、なんかいろんな条件で本当にどうやったって結果が出せない時ってきっとあると思います。僕自身が北京オリンピックのショートプログラムの時に、穴を回避できなかったように、本当にどうしようもない失敗ってきっとあると思います。ただそれを無駄だったというのか、これから無駄じゃなかったって胸を張って言えるのか、それは今現在の自分たちの気持ち次第だったり、自分たちの生き方次第だと思います。どうしようもなかった、無駄だと思えるような悔しい気持ちを忘れずに、絶対に無駄じゃないと言える今を過ごしてほしいなと思います。羽です。まあなかなか自分の何ですかね、自分の名前の漢字を使うことはちょっと恥ずかしいですけれども、でもここからやっと羽ばたけるんだっていうふうには思ってて、例えば今までがなんか小さい頃が芋虫で、それからさなぎになって、でなかなかうまく飛び立つまでっていうのは、さなぎから羽化してからってすごく大変なんですよ。やっぱ乾燥するまでもすごい多分風が痛いだろうし、生乾きでなかなか羽ばたけないだろうし、でもやっと今羽ばたくっていう動作ができる頃になったかなって思ってるんですね。こっからしっかりとその羽を広げて、しっかりと飛び立てるようにしたいなっていう意味を込めて、羽という感じにしたいかなって思いました。もしもし、本当に皆さん応援ありがとうございます。